キャプテンやってます伊沢清介って言います。そうですね、最近はですねフットサルって言って、あのサッカーのちっちゃい版なんですけど、5-5 でやるのにハマっていて、フレームもなんか大会とかに参加したりして、結構みんなで楽しんでやってるんですけど、あとウィンズの K だとかも仲間に入れてやってるんですけど、楽しいっすよ。今度ぜひ暇があったらフットサルっていうのを見に行ったら面白いと思います。そんなわけで今夜もファクトリージェネレーションスタート。緊急企画フレーム対決戦たこ焼きみたいなね感じですよみたいなね。こうやってもっとハッスルハッスルバー緊急企画でもなんでもない、ね、毎回対決してるから緊急でもないですけど、まあまあ、なんでたこ焼きなんだろうねたこ焼きが痛いのよ。これはたこ焼きが食ったもん。最後お前食いたいんだよ俺が。たこ焼き対決やってもいいですけど、はい、ルールとかっていうのをね最初に俺が決めたことあんまりないよ。俺が決めたいなっていう、うん、お前が決める。あ、そうそうそう、ああお前のみで、もう俺と罰ゲームは あれっすよ、あと片付け。
这次比赛输的人要负责清理所有残局哦。チーム分けをちゃんとしますか。ね、そうっすね。はい。今回、伊沢兄弟で。組んで、はい、ね、やっぱさ、あれやってやろうぜ、やってやろうぜ、やってやろうぜっていうかもう勝つの前提ですけどね、勝つけど、やろうぜ、臨時起意决定，这次要来一个章鱼。余烧你，你死我，我活大，大对决，一起兄弟 versus 公平 and 的优，到底路。鹿死谁手呢？首先两组人马分别出去购买材料，不知道有没有漏买什么嘞？材料が揃ったで。ということで、それでは始めましょう。スタート。卵2個あって。2個。2個だ。え、ここで2個入れて。马上就爆出了充满斗志的火花，看来两组都胸有成竹，非常有信心哦。哇，使出了得意的切葱招式，接着是纯熟的打蛋姿势，兄弟两个人采取了分工合作的方式哦。平也不服输，拿出了面粉。此时，兄弟俩已经加水搅拌好了。啊嘎嘎嘎嘎！公平心急到太多了啊！热腾腾。的铁板和黏糊糊的面糊，啊，热腾腾，黏糊糊，终于，今天的主角章鱼登场喽！章鱼被包在黏糊糊的面糊。看起来好像烤得蛮成功的哦。哦，公平和 U 这一组呢，放入了白饭啊，白饭会变成什么样的章鱼烧啊？哇哦！更不可思议的事情发生了，两个人竟然在白饭上淋了黏糊糊的面糊。
加上章鱼。不过看起来还挺像章鱼烧的啦。但是味道如何呢？大丈夫でしょ？デリシャス。屋台の味というのは再現できない。家庭の。で。すぐ作れるような。なね、簡単な作り方をしましたけど。耶、yeah! 一起兄弟的动作纯熟迅速はい見せ上がり見せ上がりいかがですかいかがですかわお马上就完成了耶看起来很好吃哦哎不知道这组的味道怎么样哦公平起见呢，所以决定走上街头，请路人来当评审。最先获得三分的队伍为优胜。到底要负责清理残局的会是哪一组呢？嗯，早速，哎，待っていただいたんで、じゃ早速一本目勝負。はい。一本目のはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。首先要来品尝一齐兄弟组的章鱼鱼烧。めっちゃ美味しい。ほら、来た。めっちゃ美味しいできた。ちょっとね、変わった感じをね、してみようかなと。おお。接着是要尝尝加了白饭的章鱼烧。緊張か？緊張か？嗯，表情好像有一点那个耶。哈哈哈哈。美味しい。美味しいね。安定の方。はい。お願いします。赤か青かということで。やっぱ赤。一本目。耶！一起，一兄弟组，不率先。获得了一分。第二回合的评审是这位看起来很 nice 的大哥哦。
どうですか表面がこう餅あーそうそう、わざとなんですよ餅の中に詰まるとタコみたいなその構図まあじゃあどうですか？スルッと入ってね。あの喉越しがいいですよね。お腹が空いてるといやこっちがいいし。ちょっとお茶系だったらおーなるほどねじゃあどっちが判定は判定は難しいけど再来看看另外一组。哎，到底会找到哪一位来试吃呢？哦，就是这位美女。嗯，好像很好吃的样子哦。ちょっと変わってるでしょ。あの、ご主食としていただいてほしいなという願いを。え？再来看看这两兄弟。はい。味道怎么样啊？うん？こちらで。はい。はい、三人称。完全没有得分，惨败。はい、というわけでね、まあ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 見えてた結果。でした。ああ、たこ焼き舐めてました。まずかったね。お前らのまずかなかったですけどね。ということで罰ゲームの後片付け、自分たちね、こんだけ汚くしちゃってね。なんなんですね。じゃあ俺らはもう帰るんで、お疲れさんです。お疲れさんです。お疲れさんです。いい。なめてたら意外に勝てると思ったよ。
哎，两个人的身影似乎有点哀怨哦。既然是男子汉嘛，这做起来，哎，公平还要。